大きくそびえる円柱が並ぶ建物の中、召使いの男の子とドレスを着た女性の前で鍵盤楽器を奏でる女性と楽譜を手にして歌う男性。17世紀オランダの芸術家カスパル・ネッチェルが1666年に描いた演奏するカップル。輝くサテンのドレスを着てこちらに視線を向けつつ鍵盤楽器に手を置く立ち姿の女性と傍らに座る歌う男性が恋愛関係にあることは、背後の浮き彫りの身を寄せ合う女性と男性、その下に表された愛の神キューピッドの存在により明らかに示されています。男女の親密な間柄を音楽を共に楽しむ姿や装飾部分の図像の内容を利用して暗示的に示す表現は、当時のオランダの上流階級の人々の洗練された趣味によくかなっていたと考えられます。